谷川哲造は日本の哲学者。法政大学総長などを務めた。愛知県北郡常名町生まれ、京都帝国大学文学部哲学科卒業。日本芸術院会員。常名市名誉市民。ジンメル、関東の翻訳や文芸、美術、宗教、思想などの幅広い評論活動を行った。詩人の谷川俊太郎は長男。 作曲家の谷川健作は孫。スタイリストの谷川湯川は彦。元愛知県常こ市長の庭瀬健太郎は老い。林達夫、三木清とは同期の友人。1895年5月26日、タバコの元売りの店を営む谷川米太郎のなんとして愛知県北郡常こ町に生まれた。旧制愛知県立大五中学校を卒業。 1913年、第一高等学校に入り、在学中は、新州大や派僧侶の近住上官が主催していた、旧道学者に寄宿する。西田北郎に影響され、1918年に、京都帝国大学文学部哲学科へ入学して、支持する。1922年に卒業し、同志社大学講師などを経て、1928年に、 法政大学文学部哲学科教授となる。その後、文学部長、農学研究所長を経て、1963年に法政大学総長に選出され、1965年まで、務めた。大学で同僚だった、野上と一郎、やよ子夫妻とは、深い交流が続いた。文部省の国民芸能文化専門会の委員も、務めた。 論壇には1929年、改造に発表した論文で登場した。思想の編集に関わった後、戦時中は海軍の思想懇談会に参加し、戦後は3年間、世界連邦運動に加わる。婦人公論主管、提出博物館次長、心編集代理員を務めた。対象教養主義の流れに立った知識人で、 旧制高校出身の学歴貴族たちに大きな影響があった。その流れで、作家、阿川博之とは、氏がなおやら白川派関係で、平井和貝氏とは、同郷でもあり修正交流があった。また宮沢賢治の研究家でもあり、自ら氏も書いた。賢治については、雨、にも負けずを高く評価し、同作に否定的な見解を表明した。 中村実のるの評論に批判を行って、中村から反論を受けた。竜宗義とも交流があり、修正民芸運動を支えた。晩年に、修正のザウの書は、論語、消防現像、ファウストと述べている。草の牛尾のペンネームを用いて、自由率単価も書いた。戦後短期間、博物館次長に在任中に、館長の安倍義成、和辻哲郎、 田中幸太郎らと昭和天皇の話し相手をしたことをたびたび述べることで、象徴天皇制を擁護している。世界の創立メンバーの一人でもあり、昭和天皇法御に際しての世界の特集号では、ただ一人天皇を称える文章を載せている。1960年、法政大学文学博士、茶の美学助説芸術としての茶の構造。1967年、 呪君二等受髄法奨。1970年、宮沢賢治像を制作するよう、高田博厚に依頼する。1987年、文化功労者。1989年9月27日未明、拒絶精神不全により、自宅で死去。94歳没。前日まで職務を行っていた。信十三位、呪君二等受髄法奨。長は、 阿川博之が読んだ。墓所は鎌倉市山の内の東慶寺にある。妻、滝子は立憲声優会の議員だった、長田桃蔵の娘。京都帝大時代に音楽会で出会ったことがきっかけで交際に発展し、結婚するまでの2年間に多くの恋文が交わされた。滝子は鉄蔵より5年早く世を去ったが、押して10年後の1994年。 息子の慎太郎は、滝子が残した恋文の一部を母の恋文として出版した。ありがとうございます。